ジーニアスです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。スワップルールですね。ぷよスタート、ちょっと忘れてた、スワップルールってのを忘れてた、自分でスワップルールと言いながら忘れてましたね。さあぷよスタートで、ぷよスタートの場合はまず絶対その本戦発火か、次のネクストで発火確保をしなきゃいけないっていうのが、最低の、前提条件ですね。さあ、こちらが、LLR。LLR に対して相手が、先折りじってるんですね。結構効率よく組めてるんで相手伸びそうだが、単発で緑が来ない。緑が来ないのに対して、こちら青空で発火していく。相手単発でもコンボはつけましたね。コンボつけたが、緑が引けていなかったので、ちょっと発火できなさそうに見えるのに対し、こちらしっかり、キュレンサーまでありますね。クレン様で相手中開けで発火してくる。さあそれに対してこちらすごい、これ4列連だけど右側が全部歩みので埋まっていて、なんかすごい4列の形になったので、ちょっと肘おっと発火できなかったか、緑が来ていなかったんでネクストに青が来ていれば緊急発火ができたかなぐらいだったんで、一応発火さえできれば返せる量ではありましたね。でさっきの4列の組み方なんだけど、スワップのその先打ちの場合って絶対に連を組まないと、後打ちのコンボ付きの連鎖で返されて負けてしまうので、絶対にね、連がどうしても組みたいという場合にああいう組み方があるというわけですね。ただ、非常に組みづらいので、なかなか実戦でやるのは難しい組み方ではありますね。さあ、お互い全消しで、消し合って、相殺し合ってからの単発でこちらコンボつける。さあ、これはどうだろうな。おそらく、現状では五分ですね。相手しっかり、青まで連鎖日入ってるけども、こちらも、全然伸ばせる形であるので。しかし、無難に、連を組んで、ちょっと安心感を得ながら発火していく。しかし、これ繋がるか。T ミの、J ミの、Z ミの、I ミの、一応繋がりそうですね。S ミのまで。で、ちょっと連鎖日入れてから発火しようかなと思っているところだが、デビっちゃいましたね。今のは、どうしようもなかったのか。3列目にちぎると、真ん中の青が暴発してしまって、なおかつちょっと、右端、じゃない、左端か、に置こうとしたら降っちゃうし、発火しようとしても、1個足んないしって感じでどうしようもなかったのかね。今のちょっと、どうだったんだろう。発火できるかわからなかったけど、いまいち発火できず刺さっていく。連組み切れていたのでね、ちょっと有利だったんでもったいなかったけど、デビルだったのかな、多分。引いちゃったんで、しょうがないですかね、今のは。さあ、今回は、こちらが先折り GTR に対し、相手がダーズミですね。久々に見るダーズミ。さあ、2連鎖で1回邪魔をしていったが、相手が赤を引けてれば、普通に発火できそうですね。さあ、ちぎって、相手がネクストの紫発火。それに対し、こちらは赤で本線を発火している。さあ、パフェ済みで、パフェが取れる。これは美味しいですね。しっかりパフェを取ってから、後打ちなんで、しっかり、端開けで、面を組む体勢で。相手が、S ミノじゃない、Z ミノ、T ミノまでかな。それに対して、こちら4列でしっかり発火している。さあ、どうだ ?T ミノから、J ミノといって、しっかり連は繋がる体勢。それに対して、相手も後打ちで、しっかりコンボをつけてからの、連鎖を発火しているので、結構返ってくるぞ。これで結構返ってくるのは、前提なんで。後打ちの場合はコンボをつけられますからね。しかも、先打ちで打ったぷよの量を、テトリス側でああいう風に受けることができるので。返ってくるのは、確実ではありますけども、先打ち側はこれ、しっかり、コンボ今つけられましたね。コンボをつけてからの連で対抗する戦術になりますね。基本的には。で、こんな感じに6連鎖を発火してからコンボの連で、7コンボまでの、10連までかな。で、しっかり LJ と打ってって、17連まで、しかしギリギリ耐えている相手。なんとか T スピンダブルが総裁間に合って、どうだろうな、これは5、いや、テトリス側で有利なんで有利ですね。テトリスから、テトリスさらに打てる体勢で、一回単発打ってコンボつけましたね。バックトゥーバックプラス、コンボ付きのテトリスなんで、3段強相手に振る。さあ、それを、想定して相手がしっかり、受けの体勢で緑発火で繋がってますね。さあ、こちら迷っているが、相手が単発打ってくる。さあ、ちょっと迷いながら組んでいるが、黄色で発火しましたね。発火したのに対し、相手がデビってしまったか、いや、緑入ってなかったか、どちらにしろ。緑が入っていなかったんで、連鎖は繋がっ
ってなかったので、まあ、有利ではありましたね。デビったかなと思ったけど、幽霊で緑が入ってなかったので、結果的には、勝ち確でしたね、こちらの。さあ、今回はテトスタート。まあ、スワップのね、基本的なその、立ち回りとしては、まあ、潰しに行くというよりは、基本的に、その、無難に本線を伸ばしつつ、コンボをつけるっていうのが、まあ、基本的な立ち回りはありますね。もちろん刺さる場面なら潰しに行ってもいいんだけど、まあ、それが無難な感じかな。さあ、T スピンダブルからテトリスで2発仕込み間に合った。これは強い。相手に2段強を振らせながら、さらにテトリスの仕込みがあるんで、相手バックトゥバックついてるかな。バックトゥバックついていないのに対し、こちらバックトゥバック付きなんで、これはだいぶ有利ですね。反発コンボ付きでお互い相殺当たる。しかし、ちょっと、若干ぷよぷよがぐだっているので、油断しているとこれはやられるぞ。さあ、青でハッカー用意してるけども、これはちょっと、そう、いまいちな連鎖数だな。さあ、相手も発火している。しかし、相手も3連鎖止まりなんで、1連鎖勝ってますね。4連鎖だが1連鎖勝っている。さあ、お互い若干下っているような気がするが、相手が、ジェルネールまでの、堀のルートで、こちらも堀のルート見て、J ミの、Z ミの、T ミの、I ミの、L ミのまでは繋げず。今のその L ミのまで繋いでしまうと、こういうテトリスの、次の仕込みが間に合わなくなってしまうと想定した上での、繋げない判断ですね。まあ、ここら辺はちょっと難しいけど、スワップの経験が活かされるんじゃないかな。さあ、コンボ付きの攻撃に対して、こちらしっかり、4連鎖で返していく。それに対して相手が3ダブか、3ダブでしっかり返してくる。さあ、いいもの、ゆるんされて、5個振らせられる。さあ、ちょっと、紫ハッカーにしたか。紫ハッカーにして一応繋がってますね。これ5連鎖。それに対して相手が4連鎖なんで、連鎖数で1連鎖勝ってる分、ちょっと有利かな。しかし、コンボ付きのテトリスで刺さるか。J ミの S ミのトホレルが、LJ イルジョンのおいちが、刺さっていく。まあ、おいち悪くなかったですね。不要側で連鎖数、1回分勝っているんで、しっかりまあ火力作って、コンボ付きの火力で、普通においちで刺していったって感じですかね。まあ悪くなかったんじゃないかな。黄色ハッカーと、紫ハッカーの、まあ2色ハッカーだったので、黄色が引けなくても紫で発火して、しっかり、コンボつけられたんでね。コンボつけられるかつけられないかね、本当にこのルールは、まあ、天と地の差があるんでね。もう火力が莫大に変わるんで、まあ、いかに、切り替わり間際に確実にコンボをつけられるかっていうのは、まあ必須な技術になりますね。もう一つ見ていきましょう。さあ、どちらからスタートするかだが、ぷよからスタートする。まあ、ぷよぷよの場合はね、さっきも言った通り、絶対にネクストでハッカー点を用意しておくか、本線を発火するかが、必須な技術になります、ね。さあ、2ダブってきた。スワップでは割と珍しい走行ですね。さあ、単発で1回堀の目を作っといて、相手が、紫ハッカー。それに対して、こちらが、緑ハッカー。さあ、緑来るか？おー、81来た。これは美味しい。赤緑の81来ましたね。それに対して相手単発打って、一応、繋がってますね。一応、紫青までの、連鎖は繋がっているが、こちら、連鎖数では勝っているので、しっかり10連打ってからの連の、連を構えていって、しっかり積んでから、これはまあ、組み切ったんで有利じゃないかな。相手も言うほど掘れないので、一応コンボ付きの、コンボつけてからの後打ち紫引いていたので発火してからの、まあコンボがついてんで一応帰りますね。一応、いや帰るか ?7 連、いやコンボつかなかったか。7連鎖目にコンボがつけば帰ったけど、7連鎖目にコンボがつかなかったんで帰りませんでしたね。失礼しました。今のは、まあコンボつくタイミングがちょっと、最後の方に連鎖つくだけでは本当に赤玉以上帰っていると思うんで。まあ、コンボのつけるタイミングも重要だったが、いまいち最後の方に連鎖つけられずに、帰らずに、こちらの大位置でそのまま刺さっていきましたね。まあ、仮に返されたとしても、こちらはもう連を組み切れていたので、まあ、圧倒的有利に変わりはなかったですね。さあ、今回は、お互い先寄り GTR で、さあ、どうする？ちょっと迷っているが、おっと、ここで威張ろうっていく。しかし、一難なんで、青空で発火される。ちょっと、受け切られちゃいましたね。しかしまあこちらも発火できたが、連鎖日ちょっと飛ばしてしまったな。緑飛ばしてしまったのに対して相手がしっかり、紫黄色じゃなくて、9ダブからの10連か。10連鎖に対し7連鎖だと3連鎖の差は相当致命傷になるようになってしまう。
さあ、堀の目をなんとか見ているが、ジェイミのエスミの O1 を掘れるが、ちょっと時間間に合わないか。Z ミの、アイミの、ジェイミのまでの掘り連のルートをうまく見つけたものの、相手の O1 もしっかりしていた上に、ちょっとさすがに考えた上での、削りだったので、時間が間に合いませんでしたね。まあ、今の掘りのルートをノータイムで見るのはもう、超難関なんで、まあ、しょうがないですね、今のは。堀のルート的には悪くなかったけども、てか、あれっすね。両側で連鎖日の緑を暴発させていたのが致命傷になっちゃいましたね、完全に。さあ、相手パフェ済みでパフェ取れる。しかし、問い落としたところだが、割かし穴場で来てるので、ちょっと辛いですね。このルールは直列が多いルールなんで、パーフェクトクリアは結構直列の穴になりやすいんですけど、今回は、穴場で来たんで、かなり強いパフェですね。さあ、お互い手取り差し込みで、これはまあ、すごいスワップにおいてよくある光景ですね。何するのよ。さあ、それに対し、こちら、青ハッカー。で、相手が、おっと、一回単発打ってくる。まあ、緑で、受けの体勢は用意してあるんで、相手は深追いできないでしょう。さあ、幽霊で緑入れて、黄色ハッカーが黄色来るか。今、ネクストとかネクネクまで見ていれば、一応、紫まで伸ばすことはできたかもしれないけど、妥協して発火したと思いきや、ちょっと飛んでいる。さあ、これは、耐えれるのか？アイミの、オウミの、ゼットミの、ジェイミの、エルミの、厳しいかと思いきや、アイミのまで繋がって、なんとか耐えられる。いい掘りですね。しっかり耐久の掘りのルートを見逃さない、このアミミア。さあ、そっから、しっかり T スピンダブルで、切り替わりマギを打っていって、さあ、そうなるとこちら圧倒的これ有利なので、逆に飛んでいったから、不要量では圧倒的有利を取れていたので、テトリス側で耐えきることができれば、これはもう勝ち確に持ってきますね。さあ、相手コンボ、2ダブ、3ダブから、青ゾロだとちょっとコンボがつけられないんで、諦めましたね。まあ、星は相手の地形上、まあ、耐えることはできないので、まあ、今のは勝ち確ですね。コンボつけられれば、ワンチャン、神ボリを見せられれば、耐えることぐらいはできたかな。でも、こちらの O1 も、ぐだってる前提になると思うんで、まあ、どちらにしろ厳しいですね。さあ、DT 本に対し、しっかり受けてから、一回掘ってって、ダブルミラー、からテトリスで、T スピンダブルを作ってって、T スピンダブル、から、切り替わりマギアに T スピンダブルを打ちたいところですね。相手も、しっかり、歩みの補強しながら、切り替わり間際にテトリスを打っていく。まあ、こんな感じですね。自分の地形見るとわかるんですけど、T スピンダブル打った後に、結構レンチクに構えてると思うんだけど、これが強いんですよね、スワップルールで。切り替わり、おっと、相手3ダブル打ってきた。しかし、こちらまあ、キゾロでしっかり発火して5連鎖で一応返せますね。ただ、相手がコンボ付きの発火だったので、言うほど返んないかと思いきや、まあ一応赤玉が返ったか。しっかりまあ、5連鎖はでかいんで。で、まぁ、こんな感じ。しっかりコンボをつけてから、レンチックに発火していくと、こんな感じね。非常にコンボ付きの連で強い。しかも、11連まで繋がったんで、いい掘り連でしたね、これ。さあ、それがしっかり刺さっていく。まあ、なんで、T スピンダブルを、まぁ、打てないかったとしても、左右を、地形を平らにしておくっていうのが非常に重要なんですよね。で、平らにしておいて、T スピンダブルからもう一気に、コンボ付きの連で、速攻で、火力を送って刺していくと。まあ、難しいんだけどね。まあ、どうしても、切り替わり間際に、火力を送りたいっていう、まあ、先入観取られちゃうかもしれないんだけど、どちらかといえば、地形を平らにしておいて、切り替わりの連の、連で相手を火力送るっていうことを意識した方が、どちらかというと重要なんですよね。ここはね、結構勘違いしがちなんで、しっかり解説をしていたって感じですかね。で、しっかり、まあ、堀のルートも良かったですね。11連までの堀連のルートでしっかり相手を指していたんで。まあ、これも内容的には結構良かったんじゃないですかね。はい、でもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。